皆さんこんにちは、大堀123でございます。久々のギターに関する動画ということでね、やっていこうと思います。このコーナーも1ヶ月ぶりぐらいですかね、ギターのテクニック的な話をしていこうと思いますけれども、最近はちょっとこう基本に立ち返るっていうテーマみたいな感じでやってるわけですけれども、まあ皆さんがギターを手にされていろんな難関があったと思いますけども、基本の中でも一番つまずいた人も意外と多いんじゃないかっていうね、ものをね取り上げよう。ハーモニクスの鳴らし方ということでね、やっていきたいと思います。ハーモニクスっていうのは要するにこういう音だったり、こういう音だったり、こんな音だったりとかとか、つまり実音よりもオクターブが高いっていうね、まあそんな音のことをまあハーモニクスなんて言ったりするわけだけれどもね、ハーモニクスっていうのはもう本当にあの我々がまあギターをやる上においてはね、まあ先ほど言いましたように基本的なことになりうることなんですけれども、チューニングをするときなんかはハーモニクスよく使いますね。7フレット5フレットよく聞きするというこういうねなんてやりますよね。ちょっとあれこれ合ってねえなってやるとこうやって合わせたりとか、チューナーがないっていう時でもこうピピピと合わせられるみたいな、奏法として使われてるってことも結構あったりするよね。実音には出せないニュアンスってものがあったりするから、こう弦を弾いた音とはまたこう違うそのニュアンスっていうのが出るんでね、あの22歳の別れとかあるじゃないですか、そんな気がしてっていうような感じでね使われるということもあったりします。皆さんの中でも、ハーモニクスちょっとできないという人も多かったり、ね、つまずいたという方もね多いんじゃないかなと思うんですよ。僕はどうだったのかな、まあ、そんなにスムーズにはいかなかったかなっていう印象が確かにありますけれどもね、あのハーモニクスを覚えたいよという人のためにも、振り返るという方のためにもねやっていこうということなんですが、まずハーモニクスの音っていうのは、まあ、いろんなところで出るんだけど、特に代表されるのは5フレット7フレット12フレットっていうのがまあハーモニクスが出るところの代表されるところなんだけれども、まあしかしこう一気にねこう鳴らすっていう人もできるかもしれないけれども、まあこれなかなか最初うまくいかないっていう方も多いと思うからね、一個ずつ鳴らしていくと、まずとにかくハーモニクス出したい、そういう人も多いと思いますから、僕にとってですけど一番鳴らしやすいのって12フレットなんでね、一番大きな音も出るし比較的楽に出しやすい。まずこっから始めようと、この12フレットのところ拡大していきましょうか。これ12フレットね、まあハーモニクス一個ずつ鳴らしていくと、12フレットで鳴らすとこんな感じ。あのまずねハーモニクス鳴らす上で一番大事なのはフレットのこの金属の上を狙うわけ、ちょうどフレットのこの上を狙うって感じで、真ん中でも鳴らないことはないけど他の5フレット7フレットには鳴らないからあれって感じだから、このここら辺を狙う、高音弦から始めてもいいんだけど、多分ね6弦の部分一番太い弦だし、これが一番鳴りやすいんじゃないかなと思うんでね、この角度からちょっと見るとフレットのこの金属の裏を狙うって感じで、こうやって制覇しません、完全に押さえません、軽く乗せた上でで弾いた瞬間に離すって感じ、ちょっと拡大しまして弾いた瞬間に離すっていう感じで、弦を弾いた瞬間にこの軽く押さえている指を離すって感じね、こうグッと押さえないんだよ、スカス、グッと押さえないで軽く乗せる感じ、指先でねこのフレットの上を狙う感じ、弦を弾いた瞬間に手を離す、はい、ほら綺麗になるでしょ、フレットのちょうど上をねグッと押さえるんじゃなくてこの角度から押さえるってことね、弦を弾いたらすぐにこの軽く押さえている指を離すんです、まあ、とにかく12フレットの6弦が最初は鳴らしやすいから、他のところで試しても鳴らないっていう人はまずこっから始めてみるといいね、12フレットの6弦ね、このフレットのちょうど上あたりをねグッと押さえるんじゃなくて軽く押さえる感じで、弾いたらすぐに指を離すわけね、
この6弦がうまくいったら他の弦も鳴らしてみるといいね。ごめん、この感覚、弾いてすぐに離すっていう感覚ができれば、とできると思うんで、一気に鳴らすとこうなるのね。っていう感じでできるようになりますね。これで、と鳴らせばいいわけよ。綺麗な音ができる。12フレットができたら今度はね、7フレットに移ればいいんですよ。もう鳴らし方はね、先ほど言ったからね、あの感覚というか、とにかく弾いたらすぐ離すというあの感覚を覚えていれば多分できるはずです。ポジションマークの上を狙うんじゃなくて、この金属の上のところを狙うんですね。弾いたらすぐ離すという感覚ね。弾いたらすぐ離すっていうね、こんな感じ。他の弦もその同じ要領でやればいいんでね。まとめて鳴らすとね、こうなる。こんな音が鳴るね。要するにさっきの感覚でね、こうやればいいね。弾いたらすぐ離す。という感じになるわけですね。5フレット。これがね、一番鳴らしにくいっちゃ鳴らしにくいんだよね。今でこそ僕はちゃんときちっと鳴らすことできますけど、これがね結構難しいかもしれないけども、さっきの12フレット7フレットでやったあの感覚を絶対忘れないってことでね、要するに弾いたらすぐ離すっていうあの要領をやればね、多分きちっとできるはずです。先ほどやった通りですね、ちょうど5フレットのですね、真ん中を押さえるんだよ。この金属のバーの部分のちょうど真上を狙うって感じだよね。ギュッとね押さえないで軽く、はい、弾いたらすぐに離す。弾いたらすぐに離すという感覚ね、こういうやり方、こういうやり方ですけど、それをね他の弦でも適用すればいいわけですよ。綺麗に鳴らし切ったらね、もう完璧だよね。じゃあもう一回復習するけれども、ハーモニクスの鳴らし方、まずね一番鳴らしやすいのがこの12フレットだって言いましたけど、12フレットの6弦からまずやってみるといいね。ギュッとこう制覇するんじゃなくて、指先で軽く押さえる感じで、他の弦でもね、6弦だけじゃなくて5弦、4弦、3弦、2弦、1弦、これも同じようなやり方ね。で、12フレットのハーモニクスができたっていう人は、この7フレット。走ったらすぐ離すんですよ。で、あと残りの弦も。それができたら、今度は5フレット。5フレットも同じような感じです。この真上を狙って、指先で軽く押さえる。6弦。この音が鳴る。で、
とやるわけです。とにかくハーモニクスの今回は鳴らし方そのものについて、それを重点的に当てて皆さんにお話ししましたけれども、とにかくこれも練習ですよ。この感覚をつかむにはやっぱりもう皆さんでとにかく実践するしかないからね。指先の感覚っていうのも多分それぞれ違うと思うし、なんとなくこういう鳴らし方かなっていうのを分かるのって、とにかく自分でやってみなきゃ分からないことだから、12フレットから始めて、次まあ7フレットで次こうフレットっていう感じでどんどんこう難易度を上げていくじゃないんだけど、こう鳴らしやすい鳴らしやすい、ちょっと鳴らしにくい鳴らしにくいみたいな感じで、まあやってみればこんなもんかって分かると思うんだけれども、やっぱり最初よくねつまずいちゃうようなまたところであるんですが、とにかく慣れとね練習実践、これだけはねとにかく何度も言うことですけど忘れないでいただいてね、ハーモニクスねできるように皆さん頑張っていただきたいなと思います。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。大堀123でした。ではさよなら、バイバイ。